イエーイ、アニマスを手に入れた。はい、妖怪ウォッチプニプニやっていきたいと思います。今回は妖怪ウォッチアニマス不思議とニョロロンのヒットポイントアップですね。こちらについて作成していきたいと思います。はい、でアニマスの作り方はもうとても簡単。ボディがステージ6、ベルトがドリームマッチ3つクリアで、チップがイベントマップでまれに登場する鬼マロからドロップかワイポイント交換で、プレートが隠しステージ2をクリアで、ディスクのかけらがイベントマップで登場か、あー、でジバニャンライトかミッチーかジュニアか超覚醒オロチライトから一定落ちるって感じですね。はい、さっきも紹介した通り、ボディはこのガッツ系を倒すとゲットできます。あとはプレートはオロチを倒すとゲットできますね。で、ベルトについてはドリームマッチ3回優勝でゲットできます。一応これ3回優勝ね。はい、でまあ一応動画は後で紹介するんですけど、であとはチップとかけらで、かけらについてはまあさっき紹介した通り、まあオロチとか、あとこういう対決の時にまあジバニャンとかこのミッチーとか出るんで、まあそこからも落ちるんですけど、もう断然このオロチが落ちやすいです。まあスザク持ってる人はもっと落ちやすいんですけど、もう断然オロチが落ちやすかったです。であとはチップについてはもうどこでも鬼マロたち出てくるんですけど、まあこの21ですかね、21がまあ一番 Y ポイントも稼げて、まあチップも両方ゲットできるって形で、まあ2度おいしいっていう形になってますね。でやり直しとかをすれば全然すぐたまるので、まあ比較的今回は、まあ、オロチを倒せばいいし、やり直しすればいいということで、時計非常に集めやすいのかなと思っています。はい、であとは交換もできますね。交換も効果的に使ってください。自分は今回チップ交換使いました。3個まで交換できるみたいですね。はい、じゃあちょっと動画も一緒に紹介します。はい、じゃあチップはこのステージ21ですね。ここがおすすめで、こうやって出なかったらやり直せばいい。まあちょっと人玉がもったいないんですけど、やり直すとか、なかなかダメだね。まあでもね、今回ね集めやすいと思います。なぜかというと必ず、わかんないんですけどね、必ず落ちるんですよね。なんで、あ、またダメだ。でもこうやってやり直し、別にマップへ戻んなくても、ああ来ましたね。これで来るんで、あ、これでちょっとやっていけばいいのかなって。まあ、タップめっちゃ安い。うん、こうやって落ちますんで、いい感じです。で、まあ3体なんで、ワイポイントも溜めちゃうと言いつつ倒しちゃったんで、はい、まあ、ここでチップが溜めていきましょう。はいはい、でかけらなんですけど、一応こういう激戦機って、まあ、こういう出てくるミッチーとか
倒すのもまあありなんですけど、まあ先ほど言った通り、まあ自分は断然オロチをちょっと推奨しますね。で、あとはそのミッチーとかジバニャンとかね、いるところもあるんですけど、まあそこよりもね、オロチとか、やっぱオロチ。闇の力を思い知れ。まああとはね、通常のよりもこういうミッチーとかオロチの方が激戦地にいるミッチーかジバニャンの方が落ちやすい感じがしますね。お見事。来い。オーケー。かけらか。はい、そしたらステージ21でかけらを集めて、時計屋さんお家作る。揃ったよ。金取んのかいって1万円。お、少し待ってね。イエーイ、アニマスを手に入れた。不思議な力もある。つける。不思議とニョロロンのヒットポイント攻撃が 15% アップ。これね、5200ヒットポイント3887。時計を取ると、ああ間違えた。ああ100ぐらい違うね。はい、じゃああとはまあベルトとか、ボディとかプレート、こちらについてもまあ一応残しておきたいので、まあそれの動画もどうぞ。はい、このガッツ系、まずはアニマスボディから。おじちゃんガッツ系いきましょう。どりゃ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 。スザクがいると、まあ、かけらとかはね、ジャッシュだけど、まあ、ボディはね、このステージ上級をクリアすれば。今回は、スザクいるといないので、無理だな。クリアで、アニマスボディゲット。はい、じゃあプレートゲットは超学生オロチを倒すこと。
さすがにサブアカでもこれだけ積んでればっていうか弱えなこれ。はい、そしたらドリームマッチでイカリンね、行きましょう。生かしたカットはいかがっていうことで、切り裂きジョーカー連れて行きましょう。マッシュルーム、まあこれもアニメからだよね。スタートでミス。イカリンはあれから出てきてないけど、二足ジョーカーは出てきてないね。一応今回ね、偉いよな、ちゃんとキャラ使ってな。これでさよなら。OK。クリアでウィッス。ああ、イカリ持ちにくいよね。さあこれで、時計のねパーツがゲットできる。横取りも終わった。敵も攻めてきた。チップとね、さあアニマスベルトゲット。はい、それでは最後までご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録高評価お願いします。妖怪ウォッチアニマスできましたね。それでは次の動画でお会いしましょう。さよなら。今回結構簡単だと思います。